この番組を中断して重要なお知らせです。地球はもはや生存に適していません。新しい居住地を見つける必要があります。あなたはすぐに宇宙飛行士に応募することを思いつきます。人類が新しい故郷を必死に見つけるまで、国際宇宙ステーションで待つことができるんじゃないでしょうか。人類がこれまでに宇宙で過ごした最長期間は437日と数時間。宇宙でといっても、厳密には国際宇宙ステーション ISS で、適切な装備のない人間がただ宇宙空間にいても数秒しか持ちません。国際宇宙ステーションは宇宙での人間の生活を長期間サポートするように設計されています。しかし長期間といっても無限ではありません。国際宇宙ステーションには3ヶ月ごとに食料、水、空気、燃料、化学機器、その他必要物資が補給されます。ミッションを送る地球も人間もいない状況では、このライフラインはすぐに途絶えてしまうでしょう。国際宇宙ステーションは時速 28,000km 以上で宇宙を移動する巨大な船、放射線や微小浮遊物、気温の大きな上下などかなり過酷な条件の中で存在しています。そのためシステムは定期的に補修が必要になるんです。資源の消耗に加えて補給ミッションが必要になる予期せぬ出来事もあります。2020年、クルーが空気圧が徐々に低下する漏れを発見。最終的にはモジュールの一つに亀裂が見つかっています。クルーはなんとか修理に成功したのですが、船内に予備の部品を十分に備えておくことが重要であることが証明されました。未来の人類が補給なしで国際宇宙ステーションをノンストップで稼働させる方法を見つけることに成功したとしましょう。宇宙飛行士はすでに宇宙の密閉された箱の中で低エネルギーの LED ライトを使用して植物を栽培しています。これは人間の生存に欠かせないビタミンの供給源となるだけではなく、気分も良くしてくれるんです。空気と水を効率的にリサイクルするために、より高度な循環型生命維持システムが必要となります。これは空気中の二酸化炭素を小さなビーズに通すことで回収するシステム。その後蒸気を使って二酸化炭素を分離し、メタンと水に変えます。その後水は再び酸素に分解されます。しかし可能な限り進歩があったとしても別の問題があります。それは宇宙飛行士の健康。宇宙飛行士は微小重力環境で生活し、慎重に制御された生命維持システムに頼って生存しています。しかし私たちの体は無重力環境で永遠に生きられるようには設計されていません。重力の減少によって体液が体の上部に溜まるので、ちょうど逆立ちをしているような感じです。その結果顔がむくんで赤くなります。国際宇宙ステーションの重力は地球上よりも弱いため、筋肉はあまり負荷をかけられず、骨密度は徐々に低下していきます。それを防ぐためクルーは毎日厳しい運動を課しています。また血液を全身に循環させるための負荷もあまりかからないので、心臓の筋肉も衰えていきます。地球を保護してくれるような大気がないため、宇宙飛行士は絶えず宇宙船にさらされています。宇宙船は目に見えない波で、深刻な健康問題は避けられないでしょう。ということは地球に代わる居住地としては火星や月を選んだ方がいいのではないでしょうか。